坂島龍と杉江松恋の文庫大研究、大体いいかな書評家の杉江松恋でございます。ミステリちゃんや翻訳名短いのが好きに続く第4の書評 レビュー番組として始めた、文庫大研究は、文庫形式で出てるオリジナルの作品にちょっと、限定して書評を続けていきたいなと思っております。私と一緒にやってくださるのは、はい、はい、坂島龍です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ坂島さん、3冊目お願いいたします。はい、じゃあ3冊目ですね。山口幸三郎さんの親愛なる怪盗たちに次ぐ、うんうん、メディアワークス文庫ですね。はい、探偵日暮らし旅人でしたっけ、うんうん、シリーズで結構有名な方、日暮らし旅とか、うん、シリーズで有名な方の新しい新シリーズの1作目。主人公が大学生の女の子で、まあ、あまり裕福ではない家に育って、いつもバイトをしていて、忙しくしているような女の子が、大学1年生が主人公で、うんうん、なんですけど、その祖父が残した銀のアクセサリー、はいはい、銀のようなアクセサリーを残ってて、うん、それをきっかけに、その、怪盗たち、タイトルになっている怪盗たち、怪盗グループがその大学にいるんですけど、うんうん、その怪盗グループと知り合って、であとは、なんだ、一緒になってその何やら盗んだりする、うん、盗むというか、うん、まあ、うん、そうですね、まあ、基本盗んで、うん、っていう話で、基本はミステリーそのいかに盗むかっていうミステリーあるんですけど、うん、まあ、どちらかといえば、まあ、キャラクターが重視されて、キャラクター寄りで、うん、特にその、うん、怪盗グループ、うん、については特に、なんだろう、華麗な容姿の御曹司で、かなり生活も、うん、性格も俺様みたいなリーダー で、うん、であと見た目は茶髪にピアスでチャラいんだけど結構優しくて、うん、主人公によくしてくれる、うん、キャラクターとか、あとはなんだ、呉服店の店主で、なんか全てを操ってるっぽい、落ち着いていろいろやってくれる、うん、メンバーがいたりとかっていう風なキャラクターの中で、うん、事件が進んでいくんですけど、うんうん、その、まず一番、その、なんだ、タイトルになってる親愛なる怪盗たちに次ぐですから、うん、怪盗たちに次ぐ向かって何者かが何かを告げようとしてるっていうのが、あ、そうですよね、そういうタイトルですよね、そういうタイトルなの で実際中に、中盤でその怪盗たちに対するメッセージが出てきて、うん、それが、誰が何のためにやったのかっていうのが、うん、僕の中では一番、メインの、うんうん、であとは、その、まあもちろん、その、盗みたいものをいかに盗むかっていうのが、うんうんうん、メインの話で、まあとにかく、スルスルと、うん、あまり引っかかることなく、一気に読めたので、うん、で最後にその当然タイトルの意味も明かされる。ああ、明かされるんですか。見ても当然明かされるんですけど、うん、ただ思いっきり、なんだろう、続編を意識したというか、あ、その今回盗むのは、その、7つの宝と書いて七宝の一つだったんですよね。うんうん、なんで多分あと6個出てくるはず、ね。そうでしょうね。で特に今回その、例えば主人公の女の子がその祖父から受け継いだアクセサリーに関する謎だとか、うん、あとその怪盗団が、結成した理由だとか、いろいろ描かれていくので、多分
2巻になるとそういうのがなくなった上で、うん、純粋に、なんだろう、もっと盗むこととか、うんうんうん、いかにしてそのなんか応じかけがあったりとか、そういうのにもっと筆が費やされるんじゃないかなという期待がかなり大きくてですね、うん、1巻はそのエピソードだけは自体だけでも面白いんですけど、うん、多分きっと2巻だったら回答ものとしてはもっと面白くなるだろうという期待を込めて選んでみ、うんうん、はい、はい、あの なんでその主人公の女性は怪盗団に接近するんですか？その、うん、なんだろう、まあ、そのアクセサリーがキーになって、あ、うん、っていう感じですかね。正確にあまり言いすぎると よくないんですけど、うん、うん。で、それで、そうですね、協力する、うんうん、そのアクセサリーのために協力することになるくらいで、あ、なるほど、なるほど、あ、そっか、そこはちょっとあの、うん、話の内容に関わってくる感じ、まあ、前半、うん、前半の内容に関わってくる、あ、なるほどね、でそれで協力するしてやっていくと、うんうんうん、まあじゃあシリーズの第一作っていう感じも性格というかそのキャラクター紹介みたいな感じも結構あるので、そうですね、うん、そう、入り口という感じですかね、まだね。うん、そうですね。うん、入り口で、まあ、うん、しかも、うん、期待できる入り口というか、ね、うん、なるほど、なるほど。まあ、この後きっと面白くなるだろうということで。うん、まあ、でも、その、回答物でね、そのいろんな手口でっていうのは、その、まあ、アイデアがどんなアイデアを使えるかっていうだけでもちょっと期待できますよね。うん、どんなものかなっていうのが。そうか、うん、なんかその、その、なんですかね、言える範囲で、その、アイデアというか、その、盗みのトリックみたいなのは、ちょっと、目を引く新しいものがあったりもするんですか？そうですかね。ああ、でも、どっちかっていうと、うん。不合刑事とかに近いかもしれないです。ああ、そういうイメージなの。ちょっと意外だった、ね。あの主人公がお金持ちの、うん、主人公じゃない、怪盗のリーダーがお金持ちなので、はいはいはい、うん、結構、そんなことしてやっちゃうんだっていう。ああ、あの、しちゃうんだって。細野藤彦の東京探偵団みたいな感じというか。ああ、そうですね。うん、あれも、とんでもないのが、うん。力押しみたいな感じがあるです。特にプロローグで、うん、政治家だったかな、政治家のその持ってる美術品が一気になんか家にあるもの全部盗まれるみたいな話なんですけど、うん、そんなことで そこまでやっちゃって盗むのかっていう感じが、うん、なるほど、あ、ちょっと意外な感じがして、じゃあまあその路線を2作目以降で突き詰めるとどうなるかもちょっと面白そうですね。そうか、そういう方向なのか。なんか怪盗ニックみたいな感じなのかなと思ったけど、ちょっと違う感じですね。ちょっと違います。うんうん、うん、もっと大げさなという、大掛かりな感じというか。まあ、ただなんだろう。義足的なところはあって、うん、あまり、うん、なんだろう。割と基本悪人というか、うん、まあ、ああ、盗む相手が、うん。そうですね、うん。うん。そういうところはありますけど。ああ、なるほど、なるほど。ありました。ちょっとじゃあ、そこはちょっとオリジナル感があって面白いですね。どんな感じの、回答団なのかちょっと聞いてみたら話最初と違うイメージになったんで面白そうだなと思いました。なるほど。ありがとうございます。じゃあ僕の3作目いってもいいでしょうか。はい、僕の3つ目は、深町明夫、修羅の、あ、天国の修羅たちですね。映画になった、あの、岡田准一と、坂口健太郎主演の、ヘルドックスというですね、映画になりました。これが最初のシリーズ第1作の地獄の犬たちっていうですね、ヘルドックス地獄の犬たちと解体されて、今、角川僕に入ってますけど、それが第1作です。その第2作が、煉獄の獅子たちという作品なんですけど、これね、どういう作品設定かというと、警視庁による、警察によるですね、反社
会集団、暴力団のですね、広域暴力団撲滅作戦を描いた作品なんですけど、そのやり方がどういうことをするかというと、警察からですね、一人の潜入捜査官を送り込むんですね。で、その潜入捜査官がヤクザに、もう背中に彫り物とかをして、ヤクザとなってですね、しかもその、もうためらわずに殺す、相手を殺すみたいな、もう武闘派のヤクザになって、組織の中核で のし上がっていくという、その潜入捜査官のヤクザとしての、戦いを描いた作品が、このヘルドックスなんですよ。ここから先はね、ヘルドックス、地獄の犬たちのちょっとネタばらしを含まないように言うのが難しいんですけど、その中で明らかになった、警察庁による、ものすごい陰謀が明らかになってですね、実はヤクザよりも警察の方がえぐいことをしてたということが、その地獄の犬たちの中で分かるんですよね。で、その地獄の犬たちの中の、その起きた後日談が、後日談じゃないや、地獄の犬たちの話に、連なる話として書かれるのが煉獄の、煉獄の志士たちなんですけど、その2作で、警視庁が警あの、やった、暴力団壊滅のためにやったある切ってはいけない切り札というのが、あって、それの作戦が実は、大失敗、まあ、見ようによってはその暴力団は壊滅するんで大成功でもあるんですけど、そのせいで警察はやっちゃいけないことをしてしまったという、汚点を残しちゃうんですね。で、その汚点を残してしまってから何年後かっていうのが、この、天国の修羅たちの、物語です。で、どんな話かというと、ここからは言ってもいいことだと思うんですけど、その潜入したその捜査官は、金高翔吾っていうですね、名前のヤクザなんです。本名は、違う別名、本名じゃないヤクザ名としての金高翔吾なんですけど、その金高翔吾は最後、自分がなぜそうやって潜入してたのかという、要するに警視庁がやってはいけないことをやったっていうですね、証拠とか証言を残した金高ファイルっていうのを残して失踪するんですね。で、その失踪した後、その金高ファイルは明らかにされちゃうんですけど、警察が揉み潰すんですよ。あれは全部ガセだと。で、もう都市伝説みたいなもんでガセで、金高っていう人物はもう死んでこの世にいないし、もう全部嘘だったんだっていうことになってるんだけど、この物語の、天国の修羅たちの主人公は、ジンのマリアっていう女性の刑事なんですけど、その女性刑事があるジャーナリストの死を捜査していると、そのジャーナリスト の殺人現場のから指紋が発見されて、その指紋がどうやらその金高の指紋らしいっていうのが分かるんですね。なんだけど、警察は鑑識はですね、指紋を発見されなかったって言うんですよ。で、どうもそれは警察による揉みつぶし工作が、行われていて、何か臭いものに蓋をしろとしてるんじゃないかっていうことに、そのジンのマリアは自分の所属する警察というのに疑念を抱いて、相棒の丸棒の刑事とともに、ある情報を握る、鍵を握る人物のとこに行くとっていうところまでが大体言えることで、その後はジンのマリアが、警察官として、自分の所属するその金高ファイルに象徴される、やってはいけないことをしまってしまった警察組織の腐敗した部分を、暴いていく展開になるんですね。ものすごいアクションの連続で、このシリーズは、これまでの地獄の犬たち、煉獄の志士たちというのは基本的に裏切りの話になっていてですね、信頼している人間にとにかく主人公たちが裏切られていく話なんですよね。で、裏切られて孤独に突き落とされて、孤独な自分を、が生き残る術は他の人間を殺して暴力で他を圧倒していくしかない状態に行く。だからそれが地獄と煉獄という名前で、題名に象徴されてるんですけど、
もう地獄を見る男たちの話が、最初の地獄の犬たちで、次の煉獄の獅子たちっていうのはもう地獄にも行けない状態、煉獄で置いてけぼりにされている状態の男たちの苦悩を描いたのが煉獄の獅子たちなんですよ。で今回の天国の修羅たちっていうのはこれうまくつけたなと思うんですけど、もう、男たちはですね、かなりの人数があの世に行っちゃってるもんですから、これで天国なんですよね。で修羅たちはもう天国に送られてしまって、残ってる人間はっていう、まあ、残ってしまったに者たちの寂しさみたいなのもちょっと描かれていて、まあ3作全2作を読んでる人読んでると、ああ、あの人が出てくるみたいなね、懐かしさを覚える部分もあると思うんです。全然読まないで、読んでなくて読んでも大丈夫だと思うんですけど、全2作に出てきた連中が、生き残りたちが後半で顔を出すんですよ。で、その生き残りたちによるさらなる生き残り合戦みたいな大アクションが最後描かれて、じゃあ誰がこの世に残って誰が天国に行っちゃうのかっていうですね、そういう展開になります。これ深町さんのうまいところで、やっぱ最後のアクションにね結びつけて、最後すごいアクションが続いていくんですけど、そのアクションでもって読ませるっていう自分の持ち味をちゃんと生かした上で、最後の、地獄煉獄天国と続く三部作の幕引きをちゃんとしてるんで、まあ、よく幕引きをしたなっていう印象です。前2作は、四六の単行本で2作出たんですけど、最後文庫でね出て、しかもちょっと前の2作に比べて薄いんですよ。3分の2ぐらいの厚さなんで、まあ、分量的な問題もあったのかもしれないんですけど、まあ、もう前の2作を買った人は、もう文庫で読むでしょうね。時期的にもう四六版じゃなくて文庫で読むだろうから、もう文庫で来てるから、じゃ3作目ももう文庫で読んだ方がいいんだろうなっていう配慮だと、ああなるほど、こういう風な文庫オリジナルの使い方もあるんだなと思ったんですよね。単行本で出すばかりじゃなくて、文庫で読むんだから文庫の方がいいんだよっていうことだと思うんですけど、それで出した本だと思うんですよ。ぜひ、これだけで読んでもすごく面白い。でジンのマリアっていう女性の警察官が警察組織っていうのにこう疑念を抱きながらも、自分は警察官としてやっぱ正義を全うしようって頑張る話で、深町さんは幻冬舎文庫が出てるね、その女性刑事のシリーズとか、女性刑事のシリーズを書くとはすごくうまいんですけど、その一作として、この三部作を完結させたっていうのも、持ち味をよく知ってて面白いなと思いました。というわけで、非常に楽しいアクション小説なので、これを読んでから前の2作を読んでも全然問題ないです。逆にこれを読んだから前の2作を読むと、あいつらこんなひどいことした連中だったのかってびっくりすると思うんで、それはそれで楽しい。まあ我慢できる人は、我慢できるというか、気の長い人は前2作から地獄、煉獄、天国と読むと。で気が短い人は、天国から読み始めて、天国、地獄、煉獄でも全然問題ないと思うので、ちなみに煉獄の獅子たちは僕は解説書いてますが、もう全然大丈夫です。天国の修羅たちから読んでいただいて結構ですので、読んでいただければと思います。僕は、ね、結構深町さんは大事な小説家だと思ってるんで、まあ、今年も結構いろいろ作品書かれてますけど、まあ、このヘルドクスを機会に、ね、すごく売れっ子になるといいなって思ってます。こんな感じですかね。坂崎島さんはこれ、深町さんはどうですか？やはり、全然チェックしてなかったですね。まあでも本格ってわけじゃないですからね、ミステリーとしては。ただまあ刑事とかヤクザとかでドンパチするのはまあたまに読むと、謎解きばっかりじゃなくてそっちに手出して、っていう時が手を出したくなる時がたまにあるんで。例えば、新の冬木とかたまに読むんですよ。まあ、メフト小作家ですからね、あの人ね。みんな忘れてるけど、きっと。深町さんってね、割と人物入れ替わりとか、そういう、なんていうんですかね、陰謀、大掛かりの陰謀って結構書くんですよ。で、ダブルって作品もあって、あるんですけど、なんていうんですかね、大掛かりの陰謀を、やって、その陰謀が、
ドンパチの間に解かれていくっていう形のものが結構書かれるんで、あの謎の部分もしっかりしてるんで、アクションだけじゃない作家ではあると思うんですけど、まあ、基本はね、裏切りとか、その、裏切りに対する復讐をいかにスマートにやるかとか、そういうのを書くのがすごくうまい作家で、アクションがすごくうまいので、なんですかね、陰謀操作を、スカッとしながら読みたいっていう人にはぜひおすすめですよね。前2作はね、すごい情念が燃え盛られる作品で、なんつうのかな。あ、こんなに人は裏切るのかっていう気持ちになると思うんですけど、あ、天国の少女たちはね、すごく後味がいいんですよ。深町明夫史上、一番後味がいいんじゃないかと思う作品でもあるので、そういった意味では、まあ、深町さんの、まあ、なんですか、入門書としてもいいんじゃないかなと思いました。というわけで、深町明夫、天国の修羅たち、角川文庫でした。はい。3冊紹介してきたんで、最後に、お互いの近況言って終わりにしましょうか。近況、いかがですか？何かありましたら。近況といっても、いつ出るかまだはっきりしてないんですけど、はいはい、一応、今年中に出る予定で、某社から、はい、評論集、10人くらいが参加した評論集が、ミステリー評論集が出る予定なんですが、そろそろゲラが来ると先月くらいに聞いた気がするんですけど、まだ来てないなっていう段階なの。なるほど、うん。本当に今年中なのかも、うん、まだ、まあ、未定という感じですが。まあ、9月でゲラが未着なのはちょっと今年は大丈夫かしらという感じにそろそろ心配になりますよね。うん、そうですよね。うん、それは、複数参加の評論集なんですか？そうですね。うんうんうん、どういう団体かはまだ言えないんですけど、はいはい、とりあえず、あれは言っていいのか。僕は、陸秋社さんについて作家論として書きましたので。はいはい、なるほど。陸さんは中国籍の方ですけど、今は日本に滞在というか、住んでるのかな、あの人。うん、しておられて金沢に、うん。そうですね、金沢です。で、日本のね、早川なんかから、作品を何冊か出しておられる。で、大変、ネトゲとかも好きな、気のいい人ですけど、うん、僕も一回お会いしたことありますけど。はい、そうですね、みんな日本人サッカーあげる中、僕だけ、リクさん選んだので、ちょっと浮いてるような気がしますが、はい、基本は日本人サッカーについての評論集なんですね。そうですね、基本。いや、特に指定はされてないんですけど、みんな日本人です。ああ、選んだのが。なるほど、題材としては、指定は日本人芝居じゃないけど、日本人作家が多い中で一人だけ、うん、という、はい。なるほど、なるほど。まだ他の参加してる人とか言わない方がいいですよね。2人は OK が出てて。誰ですか？それもあれなんですよ。メフィスト。ああ。本賞を一緒に取った、うんうん、本賞を取ったリンさんと、うん、あと、遠藤俊明賞を取ったあなた、滝さん。ああ、なるほど、なるほど。は参加は決まって、ただその3人も、うん、なんか、意図したものではなく、たまたま揃ったっていう感じらしいんです。なるほどね。はい、3人が再集合したので、うんうん、それはいつ出るか分かりませんが、出たらぜひ、来てもらえる。はい、はい、分かりました。じゃあ、早くゲラが届くといいですよね、それが、ね。ゲラが来ないと前に進めないですもんね。分かりました。じゃあ、近況というか、一番近いのはそれという感じでしょうか。あと何か他に、もうちょっとちっちゃいことですね。いや、それ、うん。だから、下手すると、まあ、来月も同じ、近況が同じことになってしまう。いや、わかんないですよ。ゲラがもう来て戻しましたって言ってる話になるかもしれないし。うん。まあまあ、ちょっと教えてください。あとでゲラが届くかどうかというね。はい。はいはい。それ以外になんか、今の、著作というか、販売してらっしゃるものとかで、なんか新しいものとか。同時期の話でもよければ。いいですよ、もちろん。一応、評論というより、もともと小説を書いてまして、うんうん、でそっちで、今、遠野をぶっ、はいはい、岩手の遠野物語を舞台に、舞台じゃないや。遠野物語に関連したやつを
シリーズは今まだ2冊しか出てないんですけど、はい、その1冊目が、先週、今年のイベントで完売しまして、はいはい、近日中に、あ、そう、再刊を、同冊を。2冊目がまだ結構残ってるので、はいはい、1冊目はカッパをテーマにした、はい、ぐちカッパの謎、うん、今、売り切れです。はい。じゃあ、それも、はい、再販が間もないということで。そのうち、はい。はい。うん、それくらいですかね。はい、わかりました。僕はさっきちょっとちらっと言ったんですけど、来週、荻原博史さんと、8月20日に、トークイベントをやるというのと、あとなんだろうな、なんかいろいろやってるんですけど、今僕ミステリー関係の連載で一番言わなくちゃいけないのは、ジャロっていう電子雑誌で、日本の犯罪小説っていう連載をやってまして、これまで取り上げた作家がですね、大山春彦、江戸川乱歩、藤原新司、水上勉というですね、田舎勉という、まあ、どうつながるかっていうと犯罪小説とつながりなんですけど、やってまして、その次がね、今月末に出ると思うんですけど、次は松本清張です。松本清張の短編についていろいろ書いたということ。まあ、それが一番ミステリーというか、的には読んでほしいことかな。あと、まあ、いろいろやってますが、僕も同人誌の話していいですかね。同人誌で言うとね、今、東方プロジェクトの同人誌をやってるんですよ。で、ご存知かもしれないんですけど、東方プロジェクトの同人誌をやる、っていうかプロプロジェクトの書くためにツイッターを始めたので、僕のアカウントも from41 東方マニアというアカウントの東方プロジェクトの東方なんですけど、それのですね、同人誌が実はこの、サークル名が脇見怖いっていうんですけど、それが二次創作小説でですね、実は、ね、もう見えるかな、17冊出てまして、2冊は完売したんです。まだ手元にいっぱいあるんですけど、なんとこれを来月、まあ、坂島さんは行かれるか分かんないんですけど、大阪の高ロームとですね、東京の、白霊神社秋季例大祭っていうのがありまして、2つビッグイベントがあるものですから、僕は今からですね、この月の後半から来月の頭にかけて、この東方の二次創作小説をですね、2つ書かなくちゃいけないという、これが僕の近況というか、一番大事な用事です、今からの。もう、これですね。僕の東方二次創作小説買ってください。僕の人生というか、この40代以降の僕の活動は、ほぼこれにを軸にして動いているので、ミステリーとかじゃないんです、実は。東方の二次創作を書くことが僕の生活の中心になっているので、ぜひ買っていただければと思います。これも文庫です。文庫オリジナルというか、です。いいのか、こんなことでいいのか分かりませんが、まあまあ近況も言ったところで、来月も、じゃあこういう形で進めていきたいと思います。また、何か、要望とかあったら、おっしゃってください。あと、坂島さんのところにうちの文庫を読んでねっていう出版社の方がいたら僕に言ってくださればご紹介しますんで、坂島さんに、文庫の新作、読んでほしい版元の方はご連絡ください。ぜひぜひ、いろんなところからね、出たものをまんべんなく読んで、いいものを紹介していきたいと思います。時代小説なんかも、ちょっと今回は取り上げなかったんですけど、あれば、いいものがあれば取り上げていきたいと思います。実を言うと、いいのが一個あったんだけど、奥付けを見たら、9月になってたんで、ちょっと取り上げられないんで、まあ来月ね、紹介できればいいな、というふうに思っております。というわけで、こんな感じでよろしいでしょうか。最後に、じゃあ、それぞれが紹介した作品を、もう一遍、作者名とタイトルと版元を言って終わりにしたいと思います。坂島さんからお願いしていいですか。はい。じゃあ、今日紹介したのは、まず、楠谷佑、家政婦君は名探偵、はい、夏休みの料理と推理、うん、マイナビ出版版本、はい。で、2冊目が、
ピザ宅配探偵の事件簿、謎と推理はあなたの元に、猫森夏樹さんで宝島さん、文庫。で、3冊目が山口幸三郎さんの親愛なる怪盗たちに次ぐ、メディアワークス文庫の3冊でした。はい、私の1冊目が、恋文横丁発祥亭立川談志郎さん小学館文庫、2冊目が落語探偵貞吉神楽坂の赤犬相川明さん、中高文庫、そして3冊目が、天国の修羅たち深町明夫さん、角川文庫の3冊でした。というわけで、毎月こうやってオリジナル文庫を紹介していきたいと思いますので、長くお付き合いいただければ幸いです。ご紹介いたしましたのは、書評家の杉江松恋と、はい、高島龍でした。はい、じゃあ来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。